もともと町内の人たちが集まって、ここ姫いちごの里っていうのを作って始めたもんで、とにかく町内で生産したものにこだわろうということで、ぐっとここ10年、今年で13年ぐらいになりますか、やってます、はい。このがれきがいつかになったら片付くか分かんないっていう状態だったので、休会ということで様子を見たらいいんじゃないか、お客さんからもう夢いちごの里はやんないのかとか、やっぱりそういうふうなこう話聞いて考えていくと、この夢いちごの里っていうのはいちごだけのこの素質ではない、このここに出荷するためにこう計画的に植え付けたり、いろいろしてね、やってた人たちのことも考えなきゃダメなんではないかということで、とにかく仮設どんな小さくてもいいから、やっぱりやんなきゃダメなんでないか、国の団地事業ですか、25年度の完成、それができれば今度いちごも豊富に、ここに出荷できると思う。渡里山本町のこの産地だね、あの仙台いちごっていうブランドの産地をなくしてダメだっていうことで、国の方で特区っていうあれに指定された。いちごを作って産地を守ろうって言っても気持ちはあってもやっぱりねちょっと力がないんで、それを国が肩代わりっていうか、建ててリースしましょうっていう事業、公設というか、だいたい1メーターぐらい、産地としては日本一近代的な産地というか、本当にやっとここに来て先が見えてきたというかね、まず山本町に来ていただいて、まず復興した状況を見ながら、それでここ夢いちごの里に寄っていただいて、当然その時その時旬の野菜ですね、それが揃っていますので、スタッフと話しながら、ここで買い物していただければ、私たちも嬉しいです。